さあ行きましょう。続きですね。とりあえずは古の洞窟行ってみたいと思います。多分これだよね。なんか前作とまた全然違う感じの地形なんだけど、まあいいや、行ってみましょう。はい、まあ試練的なことだと思います。多分ね、古の洞窟に入るにはすべてのアイテム魔法をここに預けなくてはなりません。さらに全員のレベルが1になります。めんどくさいね。まあ、預けたアイテムとレベルは古の洞窟から出るときに元に戻りますから安心してくだされ。古の洞窟で手に入れた武器やアイテムは洞窟から出るとなくなってしまいまするが、青い宝箱のアイテムだけは洞窟から出てもなくなることはありませぬぞ。それと古の洞窟には下りの階段はあっても上りの階段はござりませぬ。古の洞窟から出たいときは天への祈りというアイテムを使うことになります。これを使うと、一瞬で地上に戻りまする。ああなるほどね。天への祈りは地下に10回以降、宝箱に入っていると言われております。ということで行きましょう。扉2つあるけどな。アイテム預からせてもらいます。あ、こっちか。こっちはこれ出口かな。あー、オッケー。見事分かる、どうぞということでね。いや、行くでしょう。おそらく試練的なことだと思うんですが、入り口ね、オッケー、行こう。おい。おい、来た。ちょっと待って。おー、レベル1だね。アイテムはポーション10個。はい、装備もなしね。いやー、試練ですね、これね。呪文、魔法なし。カプセルは連れていけんのかな。まあ、こいつもレベル1ですね。ただこいつの回復のスキルがちょっとどうなのかなって感じするよね。なんかその辺左右してきそうな気もするな。さて行こうか。とりあえず火力あるやつ前に出したいから、ガイとハイデッカを前に出す。行きましょう。さあ試練行こう。エストポリスの試練だよね。行きましょう。とりあえず敵と戦ってみたいよね。どんなもんかな。逃げるな、こいつ。逃げるね。あ、階段あった。あ、懐かしい。バットだっけ。バットだな。オッケー。いいね、殴ってるね。いいね。ドカって殴ってるもんね、これね。いやでも、装備なくてもこの、やっぱりあれか、ガイとこのハイデッカすごくいいね。オッケー。おお、レベルアップレベルアップ。サクサク上がるのかな、最初は。オッケー。いいですね。ハイデッカを活かしていきたいですね。一番ちょっと強いから。火力も高いし、HP も高いからね。こういうさ、装備ないとか、ちょっとこうフィジカルを求められるような状況はやっぱハイデッカを活かしていきたい。だが、オッケー。これも早速、じゃあ、ハイデッカかな？あ、いいですね。上がってる。よし。行きましょう。ショートソード、オッケー。これこそ、ハイデッカか？これこそじゃない。あー、いいですね。じゃあこっちにダガー。よし、ちょっと戦ってみようぜ。これでちょっと火力が上がってんじゃねえか。先手を取った。どうだ。あー、いいね。めっちゃ上がってるね。よし。回復の槍、ナイス。いやー、これあれではね、魔法もないからさ、回復の手段が今現段階ポーションでしょ。あ、解毒薬もらった。解毒薬も大事だよね。これ毒なって回復の術がなくてね、自利品になって死んじゃうってこともあるだろうしね。魔法ないからね、早めに。わ、なんだこれ、モンスターハウス的な感じか。これここでちょっとレベル上げもできるな。アイテムもいっぱいあるし、ロングナイフ、オッケー、いいね。ロングナイフ、まあこういう感じでしょうね。あー、ちょっと今
あることがちょっと今頭によぎったんですけど、魔法もないからちょっと回復ね、心もとないというか怖いというか、自利品だからちょっと怖いみたいな話したんだけど、これってもしかしてなんだけど、ハイデッカいるうちに攻略しちゃった方が、クリアしちゃった方がいいのかなーって今ちょっと頭によぎったっていうのはですね、多分この古の洞窟、ここっていつでも来れると思うんですけど、どのタイミングでね来てもいいとは思うんですけど、うん、まあハイデッカいるうちなのかなっていう、っていうのはやっぱりそのレベル1にもなるし、武器もないね、魔法もないっていう状況になると、やっぱ殴れるキャラクターが有利だと思うんですよね、魔法キャラよりね。うん、魔法キャラどっちかというと HP 低いし、殴ってもそんな火力出ない、装備ない状態で殴ってもそんな火力出ないっていう感じなので、って考えるとやっぱり殴れるキャラクターがいた方がいい。でハイデッカは多分というか、もうかなりの率でいなくなるんですよ。これ前作プレイしてると分かるんですけど、最終メンバーがですね、ハイデッカじゃなくてアーティーなのよ。で、アーティーって魔法キャラだと思うんですけど、まあ弓も使えるからそこそこ戦えなくもないっていう感じだと思うんだけど、いやでもね、ハイデッカほどの腕力、ハイデッカとかガイほどの腕力はないと思うんで、だからこの古の洞窟、武器ない状態、魔法ない状態っていうところから始めるって考えると、ちょっとアーティーだと不安がある。まあその分マキシムが前に出て戦闘出て戦うって感じになると思うんだけど、って考えるとね、やっぱりハイデッカいるうちにこれクリアした方がいいな。こいついつ抜けるか分かんないので、ハイデッカ、ただ抜けるっていうのはもう確定してるんですよ、どっかのタイミングで。なのでこいついるうちに何とかした方がいいなっていうのが今一瞬頭によぎった。いや、先を知ってるというかね、前作をやってるからこそなんですけど、まあとりあえず今回行けるところまで行ってみます。ノーカットでお届けしますか、ちょっとわかんない、ノーカットでやるかカット入れるかちょっとわかりませんけどね。イモリの来る焼きは確か HP、MP 回復だと思ったっす。少しだけど OK。回復アイテムとりあえずね、たくさん残しといて、あとはモンスター買ってちょっとレベル上げだな、これ。いやー、なんかそういう風に思いました。うん、物理キャラ3人、魔法キャラ1人。っていう今のこの状況の方がいい気がする。まあ運よく魔法を早い段階で浅い階層でなんかこう引けたらまあいいんでしょうけど、多分これ魔法もあれだよね、宝箱でゲットする形になると思うんですけど、どうなんかな。まあちょっともうちょっと深い階層行ってみないとね、なんともわかりませんけども、なんかそんな感じがするよね。うん、 OK、 はい、 OK、 よし、もういいか、こいつも倒すか。とりあえずレベル5まで来たね。まあレベルもそうなんだけど、これ試練とかトルネコとかでよくある早い段階で強い装備とかね引けたらかなりいいと思うんだけど、ナイフ、まあ基本的にはこういうゴミ装備になっちゃうよね、序盤はね。いやでもさ、 IP がなんか重要な気がするね、これね。 IP 付きのなんかこう
回復する防具とか、ね、ヒーリングだけか、あの辺の防具を早いうちに入手できたらかなり気持ち楽になると思うんですよね。多分そうだよね、 IP 溜まっていってるんじゃないかなと思うんだけど、まあいいや、下行こう。お、来た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 、エクスポーション、オッケーオッケー。やっぱこの浅い階層でもやっぱね、このエクスポーション完全回復系のアイテムも手に入るし、やっぱ完全に運だと思うんだよな。浅い階層だからゴミ装備ばっか出るとかそういうわけでもないとは思うんです。深い階層行ってもゴミ装備は出るとき出るし、かといってかある程度はでも確率みたいなのはあんのかな、組んであんのかな、どうなんだろうね。まあとりあえず防具欲しいね。武器はある程度行き渡ったから、とはいえ次々ってちょっと強い装備来てほしいけど、武器来てほしいけどね。これ紋章とかもあるけど、これ何なんだろうな、意味ないのか。はい、解毒薬 OK。 解毒薬は何個あってもいいな。うん、毒怖いからね。モスキートオッケー。いや、めっちゃ逃げてるね、あいつ。宝箱ありました。フライパン。これも武器だけど、あんまり強くない気がする。強くないね。まあ、でも、レイピアとあんま変わらんか。エスリと、あー、これ回復アイテムだ。これは、いいぞ。これはラッキーじゃない。早い段階で。エスリートゲットできたのは大きいね。うん、しかもエストじゃなくてエスリートっていう。やっぱそうだよね。これ2段階目の回復魔法だから。やっぱそうか。早い段階でこの強いね、魔法が来たっつうことで。いいぞ。いや、でもどうなんだろうな。まだ手持ちにない魔法とか、そういうのって来たりすんのかな。あくまでも今手持ちに持ってる道具とか魔法がばらけたっていう、そういう感覚なんかな。ちょっとよくわかりませんけどもね。速さの源、これどんどん使ってった方がいいな。速さの源誰に使う。セレナとかに使うか。こいつ魔法でいきたいからな。先手で魔法打ちたいとかあるかもしれないから。いいね。いや、セレナそこそこ火力出てるね。後列からでも。マキシムとあんま変わらんぐらいだよね。いや、やっぱ IP 溜まってるもんな。やっぱ普通に IP も使えると思うから、なんかいい装備。いい装備来てほしいな。IP がすごく充実した。ロッドは、どうか？ロッドはどうだ？あ、上がる上がる。杖です。まだ、ありがとうございます。ありがとうございますよね。杖です。ちょっと待って、95。攻撃力95。あー、でもまだ、街頭ハイデッカというか。まあでも、街頭ハイデッカの攻撃力を上回ったとしても、でもセレナ HP 低いから、前にはちょっと出せないかなっていう感じだよね。男キャラ3人がちょっと、またロットだ。男キャラ3人が、攻撃力がちょっと逆転とかしたら前に出そうかなとかも思ってる。カエルちょっと間なかなか触らせてくれねえな、これな。よし。やっぱある程度レベル差とかあれば逃げるのかね、敵は。どうなんだろう。よーし。いいね。サクサク上がるね。で、階段。OK。階段は確保した。とりあえず、他の部屋も見てみたい。モンスターハウス的なやつ、またちょっとね、来てほしいな。アイテムもたくさん、敵もたくさんみたいな。なかなか稼げるからね。よーし。よし、ゲットゲットゲット。草刈りは必要なんだろうか。
わかんないよね。回復ポイントあるかもしれないしな。リー、あ、オッケー。魔法。魔法来たね。ショートソード、また来た、ショートソード。はぐれメタルの剣とか来ねえかな。来ねえか。ショートソード。ここかな。ロングナイフ。うん、まあ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 。こんな感じか。扉を開けましょう。えい、えい。エクスポーション。まあ今んとこまだ回復してないですよね。なんとかそれでやっていけてますけど、かといって、ぐいぐい進みすぎてもちょっとあまりよろしくないというか、怖いよね。どのタイミングでさ、出てくるかわからんからね、強い敵が。やっぱ10回とか2桁いってからちょっと変わってくんのかな。どうなんだろうね。ロングナイフなんかいまいちな感じだな。セレナちょっとロングナイフいける？あー3あるか。ロット強いな。割と攻撃力高いよ。じゃあ階段行きますか。はい。ここはここのワンフロアだけ暴れる。あーなんかでもちょっと強い感じになってきたんじゃない。これ逆疲れてんな。これちょっと一回逃げようか。うん、逆疲れてんね。はい、これでどうだ。マッドホース、オッケー、オッケーオッケー。 まだまだ全然やれるわ。全然やれるけど、ピカピカ。ちょっとお前自分だけ助かりたいと思うなよ。お前回復してやれよ、仲間を。オッケー。このワンフロアだけなんだ。こういうこともまああるとな。あー、あ、やばい、ハイデッカちょっとやばいか。回復しとくか。死んじゃったら今ちょっと蘇生させる手段がないもんね。蘇生させる手段がないぞ。よし、いいね。このマキシムとセレナでさ、1体落とせれば、あともガイとハイデッカでまた1体ずつ落としてくれるから、いい感じで回ってるね、今のところ。今のところはね。はい、ありがとうございます。じゃあ行きましょうか。5階まで来たけど、ポーション、いやーちょっとまた劇的に状況をなんかこう楽にさせてくれるような、そういうアイテムとか、まあ、武器魔法来てないね。まあこの辺はやっぱり運だからね、のんびりやっていくしかないか。よし、いいぞ。レベルアップ、レベルアップ。みんなレベルアップ。気持ちいいね。みんな揃ってね。レベルアップ。じゃあ、階段行きますか。勇気の源。勇気の源とは、勇気っていう、ガッツか。まあ、ハイデッカ使っとくか。ハイデッカよりだったら、でもマキシムの方いいのかな。ハイデッカいなくなるからな。いつかいなくなるからな。おっと、この緑の強いぞ。強いね、緑。19、やばい。緑強いな。ちょっと倒しきれ。よし、あぶねえ。ちょっとそろそろ回復しときます。ポーション。ハイマジック、ミラクロス、まあまあまあ、エスリートもあるから、いっちゃいいんですけど、ハイマジックで MP 回復できるしね。まあ、それはいいんだけど、
セントローペ。よし。OK。いやー、なんともだよね。力の源、OK。これ、ハイデッカに使いたいけど、ここでの能力アップって、どうな、あー、でもあれか。この洞窟出たら多分レベル元に戻るから、このステータスアップって引き継がれないのかな。だったらハイデッカにやるか。いや、わかんないけどね。実際のところわかりませんけど、バトルワイヤー。なんかそういう仮説というか。セレナかな？バトルワイヤー。あー、そうでもねえな。ロット強えな。全然ロットから更新されんぞ。武器。そこそこ強いな。こっち行ってみるか。えい。デルアル。デルアルってなんだ？デルアル。そう、デルアル。デルアル。デルアルなんだ？あー！戦闘部の HP を完全に回復。いいね、これ。これまだ持ってないよ。あの、現実世界では。持って、現実世界というか、この洞窟の外では持ってないよ。これいいなぁ。あー、要はミラクロスだよね。ミラクロス。いいじゃない。これ持って帰りてぇなぁ。いや、でも持って帰れねえんでしょ、これ。まあ、いつか出会えるでしょう。この魔法とも。これあればちょっと、また状況変わってくるな。なるべく、一発でちょっと最新部まで行きたいね。サンダーアクス。ただ99回まであるわけだからさ。これちょっと、ちょっとあれだよね。わー、強え！いきなり強いの来た。いいぞ。99回までこれ。ねえ、動画にするか、これ。どっかでカットしなきゃいけないよね。いや、でも99回まで行ったら、なんかいいものもらえるんだろうな。ハイディッカいるうちだよな、これ。よし、ロックヘルム。あー、防具来た。オッケー。防具嬉しい、これ。なんか IP ある？あー、デバフか。いいね。少しずつだけど、装備充実してきたんじゃないですか？あー、オッケー。これで一周かな？じゃあ次行こう。いや、いいね。ハイデッカ強くなったから。魔法の源。オッケー。弱いからね。こういうステータスアップ系のアイテムもどんどん使っていこう。オッケー。はい。精霊の腕は何？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 精霊の腕はなんかすごく神聖な、神聖なイメージがね、ありますけどもね。指輪か？違う？精霊の腕は、精霊が魔法攻撃から守ってくれる。あー、はいはいはい。腕は、って、あ、盾か。要は左手とかっていうイメージだよね、多分ね、これ。あー、はいはいはい。セレナとマキシムがいけるか。まあ、セレナにつけとくか。オッケーオッケー。楽しくなってきたね。不意打ちだ。やばい。ちょっと待ってくれ。一回逃げるか。一回、正面から、迎え撃とう。いやー、強いか、これは。いや、ハイデッカやべえな。強いぞ。おい、ナイス、ガイも強い。ガイも強かった。ガイも強かった。よし、まだ全然戦えるな。ロングスタッフ、これは、
ロット更新でしょ、これ。セレナ。多分。ロングスタッフ。ああ、オッケーオッケーオッケー。強くなってる。いいじゃないの。あ、IP 見んの忘れたな。ああ、ないか。いやー、ちょっと回復系の防具来てほしいですけど、どうなんでしょうか。来てこない、来てないかな。いや、階段、ちょっと待って待って待って待て待て待て。ホーリースタッフ、これ強いやつじゃない？もしかして。うわー、めっちゃ強え、めっちゃ強え。これ225だって。いやいや、一番強くなった。前出してえな、前出してえけど HP54 なんだよね、マックス。じゃあこいつら130とか120だから、いやー、まあちょっと前出せねえな、これ。いや、強いんだけどね、強いんだけど、まあいいや、後列からその225の火力をちょっと頑張ってもらうか。オッケーオッケー、いい装備引いたぞ、これ。15、やっぱこんだけ食らっちゃうもんな。パタパタダンス、なに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 、混乱とかが、混乱とか眠らせてくるとか。いやー、つえー、後ろでもあんだけの火力出た。ただちょっと HP はやばい。オッケー、ちょっと待って、回復しよう。ミラクロス1個だから、最悪1回死んで、誰か死んでも復活はできる、復活はできるけどだよね。ポーション OK。 今ちょうど使ったところ補充できた。こういう積み重ねがすごく大事よ、これ。さあ、ちょっと経験値くれ。いやー、強い強い強い、セレナ強いわ。いいね。魔王召喚、ちょっとやめてよ、そういうの怖いよ、めっちゃ怖いよ。なんだあいつ、とんでもねえやつだな。魔王召喚とか、お前ふざけんじゃねえぞ、このクソ弱い子の状況で。いや、敵強いな。なんかいきなり強くなった感じしません？おいおい、やばい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 ぞ。いや、2しかないけど、多分先手は取れると思うんですよ。先手は取れると。 OKOKOK、 よし。いやー、セレナちょっと IP 溜まっちゃったな。なんかちょっと使いたいね、ショートソード。 IP 使っておきたいな。あれだよね、 MP 回復的なやつもね、怒り技でもいいと思うんだよね。 IP でもいいと思うんだよ。魔法をそうするとね、連打できるからさ。先手を取った。コボルト、確か前作はすげえいかつい感じのやつだったんだけど、今回はなかなか可愛いデザイン。よーし、オッケーオッケー。まあまあまあ、2体先手取って2体減らしちゃ、まあ御の字。よーし、ショートソード、なんぼショートソードくんのよっていう。こっち行ってないな、開けてない、こっち開けてない。あー、オッケーオッケー、一周しましたね。さあ、もう29分ぐらいまで来てるんだけど、どうしましょうか。もうちょっと行く、もうちょっと行くか。まあまあ、楽しくなってはきましたからね。階段どこだっけ、あれ？なくない？どっかにあると思うんだけど。ああ、これか。さあ、9回。まあ、切りよく10回とかまで行きたいね。まな板。これ、縦的なやつだよね。
魚や野菜などを切るときに使うものですが、盾としても使えます。使い方間違ってるけどな。そういうことしたらまたね、料理人に叱られるからね。まあまあまあいいでしょう。いやちょっとこの辺強いからな。回復の槍、そっちが、まあまあそっちでもいい、そっちでもはいい。魔王召喚シランプリ、オッケー。なかなかちょっとこの辺の敵はね、インプ、こういうの辺はなんかスカッと倒せない感じだよね。わあいいね、アンデッド系の扱いなのか。ホーリースタッフめっちゃ入ったけど、どうなんだろう、ちょっとよくわかんねえな、これ。ハイデッカもめっちゃ入ったしね、ダメージ。オッケー。またショートソード。まあまあまあ、いいでしょう。オッケー、いいね。戦えば戦うほどね、強くなるという。ね、いいですね。こういうね、この初心のこの気持ちをね、忘れないで進んでいきたいですね。戦えば戦うほどね、強くなるという。おっと、やばい、ミミックか、これ。大丈夫か？うわー、やばい。危ねえ。一点集中来たらちょっとやばかったっすね。いいね、いいね。入るね。いいね。君たちは強い。わあ、1、危ねえ。セレナ、めっちゃ内股になってる。めっちゃ内股。いいですね。いや、あの女性の内股もね、またなかなかいいですよね。ベレー。よーし、ベレー。誰や、セレナか？ああ、素早さ下げ。いやー、回復来てほしいなー。なんか、回復系の IP 持った防具。バーサクブレイド。なんか嫌な予感すんだ、これ。これ、呪われてる的なやつ？これ。めっちゃ強え！強戦士の剣です。いやー、これ絶対あれでしょ。なんか、ねえ。ダメなやつでしょ、この跳ね上がり方は、これ。まあでも、ガイとハイデッカって基本、あれじゃない。基本 A ボタン連打って感じじゃない？まあちょっとつけてみるか、多分外せなくなるんじゃないかなと思うんだけどな。あー、ほらもうやっぱり外せなくなった。まあいいや。まあ他にどういうデメリットあるかはちょっとね、わかんないけど、これででも火力上がるんであれば、もうじゃあこのまま行ってくれよっていう感じでもあるからね。どうなんだろう、339だったっけか、そのぐらいの火力常に出してくれるんだったら問題はないですけど。あー、まあいいんじゃないの、いいんじゃないですかね。あともう、ガイはじゃあひたすら A ボタン連打ということで、これでいいんじゃねえか。ただ、ね、もっと強い装備来たとき、まあ、ガイはちょっと外せないっていう感じにはなるとは思う。まあ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 、いいでしょう。行きましょう、これで。まあ、もう外せないからね。外せないからもうどうしようもできない。オッケー、10回まで来ました。とりあえずここで1回区切るか。エプロン。エプロン。エプロンか。まあまあまあ、ちょっと上がるね。エプロン姿の似合う子が好きな男は多いです。そういうことじゃねえんだよな。僕はすっぱだかが好きですけどね。僕はすっぱだかが好きです。ニードルリザード。オッケー。イモリのこいつからもイモリの黒焼き取れるかな。あれ MP 回復もしてくれるからかなりいいんだよね。 HP MP 回復いいね。それな、この後列からこんだけ火力出してくれりゃ全然いいわ。
マキシムがめっちゃ足引っ張ってる感じがあります。不意打ち。いや、むしろこっちから接触したんですけど、ちょっと逃がして。OK。HP やばいなぁ。HP やばいよ、これ。よし、もう一回行こう。いいじゃない。よし。いい感じ、いい感じ。あ、いいね。ちょっと、ガイのバーサクブレードがもうやばいね。猛威を振るってるね、これ。完全にやべえやつだよね。あの敵側からするとさ、もう完全にやべえやつだよ。なんかすげえぞ、強戦士がなんかあのすげえ剣振り回してきてるみたいな。あ、青箱だ。これ持って帰れるやつじゃない。劣化の剣。あ、これ持って帰りたいね。あ、そういえば11回まで来ちゃったんだっけ。劣化の剣、これ強いやつでしょ、これ。いやいやいや、めっちゃ強え。炎の精霊が宿る剣。フレームストリーム、ジェットストリームみたいな。全員を攻撃します。火に弱い的には大ダメージを与えます。マジか。これはちょい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 だよね。ちょいちょいちょい、劣化いけねえんだ。待て待て、これハイデッカが後ろに下がるという、ちょっと緊急事態が発生したぞ、これ。ちょっと待て、攻撃力だけで見ると、いやいやいや、もうハイデッカ後ろだわ。ハイデッカさん後ろでございます。まさかこんな事態になるとはねえ、思わなかったですね。一気にマキシムが一気にまくり立てた。いいね、まくったね。いやいやいや、劣化の剣、しかも青箱だから持って帰れる。これはちょっと最悪死にそうになってもさ、持って帰りたいですよね。99回までいけなかったとしても、フィグ、これも魔法だな。フィグって何だったっけ。フィグ、あ、混乱。まあ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 、いいでしょう。えい、クロス。いいね。誠意と書いて、クロス。マキシムにつけてやるか、これ。布の服です。いや、階段もありますけども、とりあえずこのフロアで終わりましょうか。このフロアの探索で、敵が逃げるな。ちょっと戦いたいよね。劣化の剣のさ、威力を確認したい。クックリはもう前時代的な感じの装備になってるよね。ナタです。ちょっと待って、こいつ戦いってんだよな。オッケー。インプ、つえめっちゃつえすげえやばいこいつこれ持って帰って使っていいの、これ。いいの。いや、もうこれデュアルブレードいらねえんじゃない、これねえ、デュアルブレードを超える装備なんじゃないか。あれかな、帰ったら店に飾っとかないとダメなやつかな。やだな、猫ババしてえな、これ。やだな、もうちょっといつまでも手元に置いておきたいな。あー、フレイヤー。これって多分、フレアよりも強いやつなんじゃ。やっぱそうだよね。二重消費だもんね。火の鳥呼んじゃう？手塚先生呼んじゃう？これ。めちゃ強え。すげえ。やば。すーげえ。マキシムもこれ、あれだわ、世界征服できるわ。おめでとう。はい、ということで、じゃあ、探索したから。はい、ということで、一旦ここで区切りたいと思います。はい、中途半端なところでありますけども、はい、イニシエの洞窟、次回に続きます。